万事うまくいく。羽生結弦、恩師大沢コーチが復活の進捗に言及。ご視聴ありがとうございます。早速今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。フィギュアスケートの羽生結弦、ANA は右足首の故障でグランプリ、GP ファイナル、全日本選手権の欠場を余儀なくされたが、ピョンチャン五輪の日本代表メンバーに選出。66年ぶりの大会連覇を目指す中、羽生陣営は、ゆずについては一言も発言を許されていないと鉄のカーテンを引いていることを明かした。米スケート専門メディア、アイスネットワークが報じている教え子のフェルナンデスが出場する欧州選手権の地で、アイスネットワークの取材に対応。フィギュアスケートの羽生結弦、ANA は右足首の故障でグランプリ、GP ファイナル、全日本選手権の欠場を余儀なくされたが、ピョンチャン五輪の日本代表メンバーに選出。66年ぶりの大会連覇を目指す中、羽生陣営は、ゆずについては一言も発言を許されていないと鉄のカーテンを引いていることを明かした。米スケート専門メディア、アイスネットワークが報じている記事では、昨年11月の GP シリーズ第4戦 NHK 杯の前日、練習でジャンプを着氷した際に右足を痛め、氷上での練習再開まで時間を要した23歳について、最高機密のゆずる羽生と紹介し、ブライアン・オーサーコーチのコメントを紹介している。ゆずについては一言も発言を許されていないんだ。同じく教え子のハビエル・フェルナンデス、スペインの欧州選手権出場に伴い、モスクワ入りしている恩師は羽生の元凶について口にすることはできないと話したという。観光例はオーサーコーチ自身が指示したことのようで、私もそれに従うよとインタビューに答えている。記事によれば、その後オーサーコーチは満面の笑みを浮かべながら、羽生に関しては、万事うまくいくよと話したという拠点とするトロントに戻り、静かに調整を続けてきた羽生。ネイサン・チェン、米国や宇野昌磨、トヨタ自動車、出場濃厚なフェルナンデスら強力なライバルたちを相手に、平正のリンクでどのようなパフォーマンスを見せるのか。大会まで残り1ヶ月を切り、注目は日を追うごとに増している最大のスター VS スタイリッシュ怪物。羽生結弦&チェン。五輪激突に鋭視注目。フィギュアスケートは各国で国内選手権が行われ、続々とピョンチャン五輪代表が決まっているが、海外メディアは大注目の男子シングルの優勝争いについて、フィギュア界最大のスターと評した王者羽生結弦 ANA と、スタイリッシュな怪物と評した18歳ネイサン・チェン、米国の対決の構図に注目した。A 高級紙、ガーディアンが報じている代表選手続々決定。A 高級紙が特集、チェンは五輪金メダルの正真正銘の候補だ。フィギュアスケートは各国で国内選手権が行われ、続々とピョンチャン五輪代表が決まっているが、海外メディアは大注目の男子シングルの優勝争いについて、フィギュア界最大のスターと評した王者羽生結弦 ANA と、スタイリッシュな怪物と評した18歳ネイサン・チェン、米国の対決の構図に注目した。A 高級紙、ガーディアンが報じている記事では、今月の全米選手権の各種目を振り返り、男子シングルで圧倒的な強さで連覇を達成した18歳の新鋭について、ネイサン・チェンは五輪金メダルに向けた正真正銘の候補だと高く評価している。代表選考の舞台で合計 315.23 点のハイスコアをマークし、2位に40点以上の差をつける圧勝劇となった。記事では、ソルトレークシティ出身のスタイリッシュな18歳の怪物は2度目の国内制覇において、尊大なまでに最高だったと絶賛している。さらに、トリプルアクセルでミスはあったが、5種類の4回転ジャンプに成功させ、許しがたいほどに困難なジャンプは彼の持ち札となっていると、4回転ジャンプの精度の高さが特筆されている。本命はあくまでも羽生、来月復帰し、誰もが知る名前になる。今や、彼はオリンピック金メダルの正当な候補に浮上したとチェンの台頭に注目する一方で、絶対王者の存在を忘れていない。もちろん、羽生のことだ。右足の故障からの復帰に奮闘している日本の結弦羽生はフィギュア界における最大のスターで、平正においても優勝の本命と目されているチェンの台頭がありながら、日本の23歳こそがあくまで本命と分析。来月復帰し、誰もが知る名前になるかもしれないと、平正のリンクで羽生の名前は男子シングル史上66年ぶりとなる伝説が刻まれる可能性に言及している。宇野昌磨、トヨタ自動車、ハビエル・フェルナンデス、スペイン、パトリック・チャン、カナダら実力者が顔を並べる中、
羽生とチェンの美しき金メダル争いに英国メディアも熱視線を送っている羽生結弦。米記者が見た王者の肖像、彼は地球上で存在した史上最高のスケーター、フィギュアスケートの羽生結弦。ANA は平昌五輪で66年ぶりの大会連覇を目指し、米地元紙ニューヨークタイムズが異例の特集を展開するなど、注目度は増している。そんな中、カリスマ性あふれる華麗な舞が、海外メディアから地球上で存在した史上最高のスケーターの一人と称賛されている。米公共ラジオ、ナショナルパブリックラジオ電子版が報じている、米指揮者が昨季演じたロックナンバーを引き合いに称賛、とてつもないロックスターの威風、フィギュアスケートの羽生結弦。ANA は平昌五輪で66年ぶりの大会連覇を目指し、米地元紙、ニューヨークタイムズが異例の特集を展開するなど、注目度は増している。そんな中、カリスマ性あふれる華麗な舞が、海外メディアから、地球上で存在した史上最高のスケーターの一人と称賛されている。米公共ラジオ、ナショナルパブリックラジオ電子版が報じている記事では、USA Today 紙のマギー・ヘンドリックス記者が登場。ソチ五輪の翌シーズンからボーカル入りの音源の使用が認められ、今回の平昌五輪も同様となることに触れたが、その中で羽生が昨季演じた人気プログラム、プリンスのレッツゴークレイジーもトピックに上った彼は地球上で存在した史上最高のスケーターの一人。彼はとてつもないロックスターの威風を漂わせている。日本で彼はロックスター。彼のスピンの流儀、プリンスの曲が氷上に流れ始めて、譲る羽生がそれに合わせて滑るのを目の当たりにした時には、途中で自分の頭の後ろに足を上げるシーンがあるんだけど、まるでギターを弾いているかのようだ。ヘンドリックス記者は羽生をこのように称賛。カリスマアーティスト、プリンスのイメージカラー、紫の衣装に身を包み、表情でエナジーを発散させる王者のオーラはロックスターのようなだと、粋な表現で伝えている。ロックな本場アメリカもロックスターに例えて認めるカリスマ性を持つ羽生。今期、SP はショパンのバラード第1番、フリーは映画、引用詞の生命と打って変わり、かつて演じた名ナンバーで挑んでいる。幅広い曲調を演じられるのが王者の強さでもある。地球上最高とも称された王者が平正のリンクで輝くことを、海外メディアも待望している著者。ザンサー編集部、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくお願い。